三沢進は、鹿児島県大島郡機会長出身の警察官、元プロ野球選手、宇藤右内。鹿児島県大島郡機会長出身。小学生時代は、サッカー少年だったが、中学校には、サッカー部がなかったため野球に転校。機会校時代に、当主から遊撃手となる。高校卒業後には、野球を辞めて自衛隊への入隊を希望していたものの、 高校の監督の勧めによって、県内の第一工業大学へ進学。大学時代には、ショートのレギュラーをつかみ、クリーンアップを打って活躍。リーグ通算15本塁打。2009年10月29日に行われた、ドラフト会議において埼玉西部ライオンズに2位で、指名され、入団。三沢の指名が決まった日、機械長では、 防災行政無線を使用して指名が島の住民に伝えられた。機械町出身者としては高橋秀樹に続き二人目のプロ野球選手となった。2010年に軍でのフレッシュオールスターゲームのメンバーに選ばれるが、怪我のため辞退した。オフには10月に台湾で開催された第17回やイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。その後、 2012年まで1軍での出場はなく、2013年8月15日の対ソフトバンク戦で初先発初出場を果たし、1回裏の第一、打席で初安打、初打点を記録した。守備位置は2塁手としてのみ出場したが、2軍ではプロ入りから引退までに2塁手の対1塁手、3塁手、遊撃手としても出場している。オフに、 背番号が44に変更された。2014年は、ダイソーでの出場1試合のみに終わると、10月2日に、球団から戦力外通告を受け、12月2日に、自由契約選手になった。その後は現役を引退し、地元鹿児島で、消防士になることを目指していたが、その後目指す進路を、消防士より、警視庁で、警察官として勤務している実刑と同じ。 警察官に変更し、地元の鹿児島県警察の採用試験を受験して合格した。2016年より同県警の警察官として勤務している。ありがとうございます。